こんばんは入山明子です9月25日土曜日入山明子のつれづれ日記今日はつながる土曜日 FM チャッピーの放送日でした多くの皆様からリクエストいただいて嬉しいメッセージをお読みできることとても幸せに感じています今度はまたちょっと早いのですが来週の月曜日に また、FM チャッピーの収録を行います。来週は月曜日から金曜日まで、フル活動で動く曜日になってます。土曜日、日曜日も続けて動きますので、少し早めに収録をしようと思っています。また、ぜひ皆様からのリクエスト、そしてメッセージお待ちしております。さあ、それでは昨日の Facebook にお返事を返したいと思います。 まずは一番塗りは小田切隆さんでした。これは何でしょうか？あ、ひよこのようなものがパーッとこうハートを出していますね。ありがとうございます。中垣さん、こんばんは素敵ですね。楽しみですね。素晴らしいですね。おやすみなさい。またなあとあります。そして土江さんです。ハートマークです。 えー、そして徳田さんは「うわあなたはとても美しいです」と書いてありますねそんなこともないですね <laughs> ありがとうございます。えきなかさんお疲れ様でした自分のために歩んできた道は人のため人の,ための道と続くこれからもそのまま輝き続けてと書いてあります嬉しい言葉ですよねありがたい言葉でそのようにしなければいけないなと思います。 満月さんです。あこちゃんこんばんは。今日の午前中歯医者さんへ出かけたので聞くことができませんでしたが、後から聞くことができメッセージもラジオ番組で読んでくれて嬉しく思いました。午後は F.M. チャッピー収録お疲れ様でした。おやすみなさい。とあります。グッドナイト。アバターが寝てます。そして柴崎智子さんもこれがまたあのなんか魔法のようなものをかけてますね。面白いですね。<laughs> 毎日元気で笑顔で人生七曲がりと書いてありますあきこちゃんおはようございます北海駅はとっても良い秋の空気持ちの良い朝から人生七曲がりお隣にも聞こえるように第二 <laughs> もっともっと皆さんに聞いてほしいこんなに優しい声よと書いてありますうん、富さんのコメント力がありますね面白いですね長塚雅彦さんですあきこさん今日も一日お疲れ様でした 明日はつながる。土曜日 fm チャッピー楽しみです。明日も素敵な一日になりますように。今夜もゆっくりおやすみなさい。まあさんとあります。藤岡さんもとっても可愛いと書いてくださいました。金崎よしえさん笑顔が素敵ですよ。そうですね。笑顔がいいですね。金崎真紀子さんです。愛子さん、こんばんは。今日も大変お疲れ様でした。わあ、今日はいつも通り素敵な笑顔綺麗ですね。 こちらはなぜか春になった途端涼しくなりました。本当におかしい事項です。でもいつも前向きで何事にも負けずに頑張りましょうね。応援しています。では明日もまた元気と笑顔でご活躍してください。人生七曲りのヒットを願って良い夢を見ておやすみなさい。嬉しいですね。ブラジルからの皆さんの応援も心強い限りです。 加藤敦子さんですあきこさんこんばんは朝から電話でのラジオ出演 FM チャッピーの収録とお疲れ様でした明日はつながる土曜日 FM チャッピー楽しみにしています明日も元気に笑顔の一日になりますようにおやすみなさいとあります嬉しいです加藤兼久さんあきこさんこんばんは今日も一日お疲れ様でした明日はつながる土曜日 FM チャッピーの放送を楽しみにしています明日も良い一日になりますように おやすみなさいってあります。ねえ、かわいい、えー、熊ちゃんが乗ってます。沖島春美さんもブラジルからです。あきこさんこんばんは。今日は F M 伊丹砂川組さんの電話でのラジオ出演でしたね。おたぎりさんのおかげで聞くことができました。素敵でしたよ。お疲れ様でした。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて多くの皆さんに届きますように願って。おやすみなさいってあります。安田さんです。 これは何でしょうかピース。うん。えー、面白いの下さいました。アルファベットが待ってます。あちょっと落ちましたね。さあ、それではですね、続きましての方は、続きましての方は、あこれが。 変わっちゃいましたねさあそれでは秋光さんからです秋子さんこんばんは皆さんこんばんは明日はつながる土曜日楽しみにしてます休みなのでゆっくり聞けます FM 痛みうまくできずメッセージ遅れずすみませんカラオケにも新曲が入ったと聞いたので早くカラオケで歌いたいです これからどんどん忙しくなると思います元気笑顔で頑張ってください人生七曲がりギリと情けと愛を乗せて大ヒット間違いなしおやすみなさいとあります秋道さんもいつもブラックちゃんですけどあの気にかけていただいてとても嬉しいですそれから上出さんです秋,秋ちゃん新曲キャンペーンラジオ局出演いいですねと書いてくださいました 西山秀子さんブラジルです愛子さんとても綺麗ですねお疲れ様でしたおやすみなさいとあります野崎正史さん池袋東部百貨店7階8番地5番街へ行ってきました暑い中迷いに迷って大汗かいてやっと5番街 CD 店にたどり着きましたパネルいろいろ見ました落書き帳に落書きしましたパネル抽選券買いました130番台です 競争率激しい当たらないだろうなパネルは自由でもサイン式紙はゲットできるかなと書いてくださいました金ちきさんうさちゃんが2匹です金丸さんはたぬき深田さんもう一度手を合わせて祈ってます秋子ちゃんおはようございます回帰壇会期はとっても良い秋の空気持ちの良い朝から帰壇人生人生書き人生斜め曲がり お隣にも聞こえるように第二もっともっと皆さんに聞いてほしいこんなに優しい声ねえト富さんすごいですねありがとうございます平川さんです私は元気です今日朝からグランドゴルフでし久しぶりにホールインワン入りましたすごいですねゴルフでもホールインワン危険ですねあるんですね喜ばしいことだからみんなでお祝いするんですよね 小山田博さん、おはようございます。今日もからしカラオケファン十一月号、あきこさんのコメントと人生七曲りの楽譜が載っていますよ。嬉しいです。柴谷とみこさんです。あきこちゃん、おはようございます。気北回帰はとっても良い秋の空。気持ちの良い朝から人生七曲り。お隣にも聞こえるように第に。もっともっと皆様に聞いてほしい。こんなに優しい声をありがとうございます。 大っていうのが面白いですね平川さんです私は元気です今日朝からグランドゴルフで久しぶりにホールインワン入りましたすごいおめでとうございます小山田博さんですおはようございます今日も楽しみですカラオケファン11月後あ子さんのコメントと人生七曲がりの楽譜が載っていますよと書いてあります柴谷とみ子さん松崎さん野崎さん 柴谷富子さん野崎さん何か当たるでしょういつも行いが良いからと書いてくださいました森澤隆さん入山さん皆さんこんばんは沢久美さんの番組出演おめでとうございますそして今日の「FM チャッピー」リクエスト読んでいただきありがとうございました明日も元気に笑顔でご活躍ください人生七曲がり義理と情けと愛を乗せて「対岸成就大ヒット間違いなし」嬉しいですさあそれからブログの方に参りますね ブログでは新たな方が書かれていましたね。はい。えー、石田さんです。けい石田さん。あきこさんこんにちは。感謝の集いから1週間経ちますが、今もあの素晴らしいステージが頭をよぎります。テレビやラジオの出演など忙しく活動されていますが、どうぞお体を大切になさってください。26日のテレビ放送 楽しみにしています。嬉しいです。新潟さ,くらさんおはようございますなぜだか聞けませんでした。ラジコで聞こうと思いましたが、うまく出ませんでした。残念でした。あきこさんも新曲が出てあれこれ忙しいとは思いますが、体に気をつけてご参加ください。さあ、それでは、明日は予定が入っています。 楽しみな予定ですぜひぜひですね皆様も元気にお過ごしいただきたいと思います今日の T シャツは山口講演会の皆様が買って T シャツを作ってくださって私に1枚くださいましたザンザミサの時に作ったグッズですね、えー、久しぶりに袖を通しましたさあそれでは皆様も元気にまた明日お会いしたいと思います おやすみなさい。